バニラビーンズネット TV バニビューラビー。あ、本日第65回目。5回目のバニラビーンズネット TV バニビューラビーです。はい、放送中もメールを受け付けております、はい、メールはこちらまで、バニラビーンズアットマークフラワーレベル .jp です。お待ちしてます。というわけで今日は11月3日、ちょうど先週の水曜日からあの DVD のインスタイベントをやっていますが、はい、今回もビンタ会をやっておりますが、ね、いかがでしょうか、レナ様。やっぱり前回今飲み物飲んだでしょまあいいけど、許しや、うん、前回のね、ラバンドヘイトの時もビンタ&なでなで会をやったんですが、その時のなんていう教訓じゃなくて、その時の下積みがあるおかげで、今はものすごいビンタができるようになりました。あら、ゆりさちゃんもね、成長しましたもんね。そうそう、ちょっと上手くなった気がする。あれなんかピチッだったのに、もう振ること覚えて、そうそう、ちょっとスパンみたいなペンってできるようになった。皆さん、りさちゃんにも大中小どれがいいか言ってあげてください。私、レナみたいになんかスパーンみたいなのができない。でも意外となんか距離感考えられなくて、うん、机の長さとかで分かんなくなる。あ、なんかさ、距離あると意外にあれなのかな、なんかレナがさ、なんていうの、中ぐらいのとこから始めるときが一番すごい音立ってる気がする。大きく振るよりバンみたいな、そう、なんかそんなに距離ないときの方がスパーいくよね、なのでね残すところ明日ですね、19時、18時半だけど、18時半からです。18時半だ、はい、18時半の HMV 渋谷店さんにてイベントがありますので、観覧は無料ですので、皆さんぜひ遊びに来てください。はい、というわけでいつものコーナー行っちゃいたいと思います。バニラビーンズリサの北欧講座、そう、ビンタ会といえば、9月のラバンズヘイトリリースの時にもやったじゃん。その時はスウェーデン8カ所やった、巡礼やった、なんとか巡りみたいな、で初めて聞くスウェーデンの地名があったじゃん、ガムラスタンとか。それで、私は今日あのスウェーデンのことを調べていたらですね、うん、ウプサラが出てきたんですよ。覚えてます？あったでしょ、そうそうそう、ウプサラって。で、そのなんか聞いたことある、その時使った、あの地名だったし、どんなとこなのかちょっと調べてみようと思い、ウプサラを調べてきました。はい、今ね、このネットがよく使える時代ですから、すぐ分かっちゃうんですよ。なるほど。スウェーデン・ウプサラ、中部にある都市で、北欧最古の大学、ウプサラ大学があることで有名。これ写真は大聖堂の写真なんですけど、そのなんか北欧最古の大学があることで学生がいっぱいいて、古本屋がいっぱいあるらしいですよ。古本屋あるんだって。そういう街なんだって。学生の街なのかな、じゃあ。そうみたい。神保町みたいな。学生が多いんで。そういうことだね。らしいですよ。いいですね、なんかこういうの。大聖堂とか近所にないもんな。大聖堂はないね。欲しいな。大聖堂？大聖堂って何？教会？教会、教会。ビッグな教会。じゃあ買い取りましょう。買えません。すぐそういう話。これはお金じゃ買えないよ。作るとかもリサコの。ウプサラだっけ、なんだっけ、大聖堂なんかインチキ臭いのできそうだよね。そういう家にしちゃえばいいじゃん。何にしちゃえばいい？大聖堂みたいな家超ダサい家になりそうだね。金とかなんの？金庫。あ、いいじゃん。金庫みたいな。ハートとか飛ばすんでしょ。めっちゃいい加減なこと言ってるね。ごめんね、じゃあこれ。バカにされる。最近ね。大変ね、設定。でもさっき、あの、すごかったね。あの方はもう言っていいんだよ、お金大好きってかっこいいと思って。あ、びっくりしちゃった。さっきあのスペースシャワー TV さんで、あのオキテボルシェさんのね、番組の収録にマリエちゃんとオキテさんの番組出させてもらって、放送は来週の11日です。はい、皆さんぜひ見れる方は見てください。タジタジでしたの。でもすごいね、マリエちゃんね、かっこよかった。お金大好きって言ってた。かっこよかった。お客さんも、俺もお金大好き、もっともっと大好きって言ってた。もっともっと大好き言ってた、言ってた。そっかそっか。で、今ウプサラの話してるの。そうそう、ウプサラね。で、そうだから私もうちょっとあのスウェーデンから、北欧から来たって言ってるから。そうだよね。町に行かせたってね。そうそう、町のこと調べてもいいなと思って。ちょっとね、調べてみようかなって。はい。
今日はうつかの朝を返させていただきました。はい、というわけで次バニラビーンズレナのアイドル講座、はい、今日は誰ですか。多分前も矢をやったんですけど、もう矢まで行ったの。なんか全部飛ばしたでしょ。でももう行って矢行くみたいなこと言ってたね。あ、そう、うん、もうだったね。矢、ヤキーの日本の女性 R&B ヒップホップユニットである。どこだっけな、あのレプロだっけ、うん、事務所は、うんうん、あ、そうなの。そうそうそう、そうだね。で3人は幼い頃から友人だった。もうなんか結成10年ですみたいなこと言ってた気がする。どこの番組で。今おいくつぐらいの。それまだ出してないから。出してますね。もう同世代ぐらい。あ、そうなんだ。ちょっと上ぐらいの。ちょっと上ぐらい。3人組で。なんだろう、やっぱりなんかそのレプロのモデルの子たちがさ、ヤキーム聞いてますとか雑誌とかで書いてるから、そういう同世代の女の子に受けやすい音楽だなと思います。なるほどね、なるほどね。珍しいね、なんかアイドルアイドルしてない人たちを紹介するの。ヤがこれしか嘘、いるじゃん。いるね。ヤグチマリとか、でもアイドルっていうかもうちゃんとしたタレントさんじゃないですか。あ、そっか。いや、アイドルではないかなみたいな。いや、矢島なんとかちゃん、まゆみちゃんとか、あ、なんか浮かぶ。いや、矢島まゆみちゃん良かったな、それ。よかった、今思い出した。じゃあ来週やりますよ。今思い出した。ぜひちょっと調べて、終わっちゃうからさ、矢まで行っちゃったらさ。ね、この3人組最近、うん、あの某下着カタログの表紙やってて、あ、そうなんだ。あれすごいと思って。ピーピーピー。そうそう。桃。まあいいからいいから。危ない。そうそうそう。そうそうそう。そんなとこ？そんなとこです。別に。別に言うな。ダメ。曲はやっぱりかっこいいんでね。うん、ダンサンブルな感じですか？ヒップホップ。あ、ヒップホップ。ビクターエンターテインメント。ビクターの。今は、リアルノート？リアルノートってあるんですか、そのレベル。あ、わかんない。ビクターだと思ってた。本当？でもかっこワーナーミュージックジャパンのあるレベルだって。ワーナーなんだ。え、ビクターじゃないの。ビクターはわー、過去に。あ、そうなんだ。すごいですね。アリサちゃん、ミクちゃん、ユリエちゃん、すごい。ほら、大丈夫ですか先輩。やばい、どうしよう。聞いてみようかな私。うん、聞いてみて。気になっちゃう。聞いたことない。じゃあ髪の毛なんかめちゃめちゃ好き。そう、今日は私、タイトルちゃんと帽子かぶってる。そうね、この後珍しい。私ここに、だからなんか変だと思った。あれのついてる。出直しですか。どこにある。そこそこ。これ出直し。出直し。缶バッチ。かわいいでしょ。絶対この缶バッチ欲しいですよ、みんな。ほら、これこういうのがついてるんですよ。うん、でも今回のさ、イベントのあの缶バッチちょっと良かったでしょ。うん。1個いくらなんですか、あれ。いくらじゃないよ。あの、プレゼントの値段ついてないもん。あ、そう。はい。はい、というわけでじゃあ今日のお題、お題のコーナーに入ります。今日は、はい、今までの衣装で好きな衣装、そして、うん、これから着てほしい衣装、欲しいかなどですか。それではいきます。ペンネームウソットさんからです。ありがとうございます。Aさん、おととい昨日と続けてインスタライブお疲れ様です。見たところ元気そうですが健康には十分注意してください、はい、お題はどの私服が好きかでよかったんでしたっけ、うん、どの私服もお世辞抜きで似合ってますが一つだけ選ぶならニコラの私服です、うん、キャビンアテンダントという設定と帽子がツボ、うん、昨日のインストアで再確認しました。なるほど、ニコラ来ましたもんね、久々ね、うん、あれかわいいね。うん、かわいいと思う。ほにょほにょしてる感じがして。すごいかわいい。ペン取ってください。